はい、今日のホイールバランスはマビックのコスミックカーボンで、これは最新モデルなんですかね。リムテープがいらないやつね。リムテープがいらないフックレス、フックレスなんですよ。でフックレスに組み合わせるのはグランプリ 5000TT チューブレス。 TT ってやつはこれ一番いいやつ、一番いいグランプリ5000なんですよね。昨日その幕張加工をやって、シーラントは入って、幕張シーラントです。幕張シーラントだから中に幕張ってあって、ホイールダイナミックバランスが取れると、空気の減圧も大丈夫でしたね。今からバランス取ってみます。フックレス、フックレスにこれは普通のフックついてんだよ。やってみよう。はい、後輪を回していきます。それでこの前誤解があるようだから言っとくけど、これこのマシンにはね、回すことしかできない機械なんですね、これ。だからこう上下にブレブレしてんのは、この機械が上下させてんじゃなくて、重量の違いが現れて上下にブレブレしているんですね。はい、ただ回してるだけです、この機械は。ただ回してるだけ。45キロ。はい、52キロ。55キロでございます。はい、55キロでこんな感じです。はい、このアングルがなんか臨場感があっていいっていうご意見があるんで、ちょっと最近試してるんだけど、スピードがね、ほらスピードが見えるでしょ。だからこれがいいかなみたいな。はい、今このボタンを押すと55キロまで上がります。はい、はい、水が全然穏やかな感じ。はい、55ってこうなってますよね。はい、スピード上げていきます。はい、1回スイッチを切り替える。はい、今66キロ、66キロ、ちょっと下げる、65キロ、一番なんかブレるあたりね。はい、68、69、70キロでございます。72、ここ数字見えてますよね。はい、75。あ、もうこれじゃ上がんねえ。だから一回スイッチ切って、スイッチ切って入れるとプルッとするからね、それはしょうがないんだよ。うん、で75の、はい、80ね。まあこれ以上上げてもあんまり。はい、75、ゆっくり下げていきますか。はい、70キロ、67、65、はい、60キロ。はい、はい、グッドです。はい、続いて今度は前輪ですね。前輪回していきます。はい、41 45 40 48。はい、55 57。はい、こんな感じですね。58キロ。はい、58キロでこんな感じでございます。後輪もバランス取れました。いきます。いいかな。よし、これぐらいかな、これぐらいね。はい、スタート。57まで回ります。はい、57キロです。ちょっとずつ上げていきます。あ、これこっち、こっちじゃない、これはスピードじゃない。
はい、ちょっとずつスピード上げていきます。はい、61、62、64、65、67、一回スイッチ切ってプルッとして、はい、一回スイッチ切ったからプルッとしたけど、はい、69、70、72、74、75、はい、よいしょ、はい、80キロ、まあ82キロ、はい、回ってます。で、スイッチを切ると停止、はい、どのスピード行きでもブルッとしません。はい、グッドです。はい。